はい、ということで今日はですね、お米を炊いたんですが、7時半から、部活の練習があるのに7時に米を炊いてしまったんですね。なのでこれを待ってると遅刻してしまうので、今日は食べれません。ということで今からトレーニングに行くということで昨日オフで、今日からまたチームの練習が1週間始まるんですけど、とりあえず頑張ってきまーす。じゃあ行ってきまーす。バタロー下手。ほら。バタローは今日は新しいスパイクです。乃木坂のいくちゃん。いくちゃんに会ってみた。いや、それすごい。あ、おばたろう当てました。これがおばたろうです。新しいスパイクです。こっちやって。長谷川さんに突撃インタビューしてみた。バカ身内。登録者数かもしれなくて。あ、そういうこと。あ、当てたとこちゃんと取っといた。今朝炊いたご飯を、ちょっとタッパーにの方に、詰めていきます。朝食べれなかったんで、ね、いつもこうやって余ったご飯は2合ちょっとぐらい炊いて、で余ったご飯はタッパーに詰めて朝チンして食べてます。はい、ということで今ですね、洗濯物を畳んでおります。で今日のトレーニングなんですけど、あれでしたね。先週までは全然ただパソコンとかが長くて、で体を動かすって感じで、でボールの感覚を確かめていくと、で全然対人というかそういう感じの練習はなかったんですが、で今日はですねポゼッションをやったりだとか、であとは最後は、普通の10対10ぐらいのゲームをやって、久しぶりにそういう人がいる中でのサッカーという形のトレーニングになりましたね。なので非常に疲れました。やはりこのゲーム形式とかの試合になると全然なんていうか、いつもと違う感じで体力が消耗しやすかったですね。あ、でも楽しかったですね。まだまだその人が何ていうか敵がいる中だと、ボールのコントロールだったりできないなというふうに感じましたね。でここからまた頑張っていきたいと思いますね。で明日は多分水曜日はいつも上げる日なんで、少しきつい練習なのかなというふうに思っているんですが、また明日も頑張っていきます。はい、洗濯めんどくさいですね。よいしょ。これをやっていかなきゃいけないということですが、今日はですね何しようかな。今日何しよう。別にすることないんですよね。一人暮らしって暇っすよね。暇なんですよ。やることなくて、どうしようかな。動画の編集とかして、でそうなんですよ、動画の編集なんですけど、あれなんですよ、最近サッカーの動画上げてないじゃないですか。サッカーやる動画上げてなくて、今日少しそのバーテンみたいなのちょっと上げたんですが、全然上げてなくて、で家にいる様子だけを上げてるんですが、編集楽なんですよね。今まですっごいきつかったんですよ。そのサッカーの動画上げるときはすごい編集に時間かかったんですけど、家の中の様子だけだと、でこうやって喋ったりしてる様子上げるやつだと全然楽なんですよね。これだったら俺毎日投稿いけるなみたいな、そういう風に今思ってるんですよ。これまできつかったんですけど、サッカーの映像なかったらあれ毎日投稿いけんじゃねっていう風に最近は思っております。はい、そんな感じなんですが、そうですね、とりあえず動画編集して暇だったらどっか出かけようかな。ショッピングというか、
ショッピングというか、なんていうか、うん、どっかの街に出かけるというか、暇なんでね、家にいたらもうずっと YouTube 見ちゃったり、あとはもう YouTube 見て、爆睡して、うん、でもう夕方になってるとか、そういう風になってしまうんで、ちょっと出かけてね、家にいるとだらけちゃうんで出かけようかなという風に思います。よし、今日も俺干されるわ。いった。はい。あ、あれですね、チキン父さん煮定食。チキン父さん煮定食。父さんね。母さんじゃなくて父さんにしてもらうことってできます？変わらないでしょ。あ、いけます。母さんに父さんにしてもらいたいです。同じですか？同じですか？あ、じゃあ、わかりました。で、父さんに定食でお願いします。ちなみにお父さんですか？ん？お父さんですか？誰？僕？あ、僕お父さんです。あ、なるほど。じゃあ、いや、だからお母さんが作ってるやつが美味しいっていうことなんだよ。あ、なるほど。そういうので母さんだった。わかりました。あ、じゃあ、で、ご飯とか、まあ、量も普通で、白米で、ね、白米で、はい、普通、はい、はい、あ、さっきはあの黒のマカダリ T シャツ着てたんですけど、今日は気分がこっちだったんで、こっち着てしまいました。はい、ということで、あの今家に帰ってきました。出かけたと言ってもずっとカフェにいただけなんですけど、うん、今からもうちょっとお腹が空いてきたんで、夜ご飯食べに行きたいと思います。はい、ということで、今夜ご飯から帰ってきて、あとは風呂入るだけということなんですけど、じゃあ少し暇なんで、あの恋愛雑学のを話していきたいと思うんですけど、今日はですね、あの吊り橋効果っていうのをね、少し説明していきたいと思います。多分皆さんあのご存知あると思うんですけど、吊り橋効果っていうのは、何か、怖いところに行ったりして、怖いところってドキドキしますよね。で、誰か、例えばあの異性の人と一緒に行って、でドキドキしますよね、怖いところ。で、このドキドキが、怖いとこから来るドキドキじゃなくて、その隣にいる異性の人に対してドキドキしてるんじゃないかっていう風に勘違い、脳が勘違いする現象のことを吊り橋効果って言うんですよ。これ面白いですよね、うん、だからあのよくその異性とデートするときは、そういうお化け屋敷とかジェットコースターとか、そういう怖いところに行ったら、いいよっていう話があるんですけど、これ一つ注意してほしいのが、そのジェットコースターはダメらしいですね、うん、ジェットコースターは、ね、なぜダメかっていうと、確かに怖いんですよ。うわーとか言ってくる、怖いんですけど、そのジェットコースターで下りでこう、うわーって落ちるときに、風とか当たるじゃないですか。そういうときに、あの女の子とかは化粧をするんで、それが崩れちゃうんですよね。ジェットコースター乗っちゃうと、こんな回転したりして、こんなんなったら崩れちゃうんですよ。なので、その嫌悪感というか、その化粧が崩れる、嫌な感情が、その隣にいる人に対して、抱く、そのジェットコースターで、抱くドキドキ、を上回っちゃうんですよね。その化粧に崩れる嫌さが、なのであのジェットコースターは、異性とデートして、好感度を上げるには、逆効果っていうことがあるんで、これだけ皆さんあのぜひ覚えておいて、デートしてください。なのであのお化け屋敷とかがいいですね。
愛は喜びが溢れている物語はいつも果てしないだろう